なんかこの間母の日っていう行事があったらしいですね。父の日は来月なんでしたっけ。まあ、あんなもん別に送る必要はないですよ。なら私の別に誕生日プレゼントを別に送んなくていいし、んなもん私は欲しいと思わないしね。頼んでもいないのに誕生日プレゼントくれる人はいっぱいいるんですけど、別にそんなもんもらっても嬉しいと思わないから、全然くれなくていいですよ。まあまあ、くれるということに対してはね、そこに敬意を払って私にプレゼントをわざわざ金使うか、もしくは手間をかけて用意しようという敬意を私に提示してくれるということは、それは光栄だと思いますが、別にプレゼントなんかいらないですから、んなもん欲しいものあったら自分でも買ってますんで、別に いらないです。本当にいらないです。で、なぜ、母の日のプレゼントをもらわないのかって言ったら、母の日っていうのはね、バレンタインデーは何でもそうなんですけど、結局そのプレゼント会社っていうのはないけど、なんか百貨店かなんかが自分家のね商品を買ってほしいから、例えばお母さんに贈り物って言ってるんでしょ。それはね、なんかこうちょっと気持ち悪いものがあるなと、こう私は思うわけですよ。まあ、だって実際には母の日っていうのは意味をね和訳すれば、お母さんにプレゼントをして日頃の感謝を伝える日ではないんですよ。百貨店がお母さんへのプレゼントを売りつける日なんですよね。それにこう乗じてなんかね、百貨店を儲けさせるみたいな、こうちょっといかがなものかと。それからクリスマスね、クリスマスなんてのはキリストのなんだ復活を祝うだか誕生を祝うわけじゃないんですよね。違う、キリストの誕生日ではないけど、キリストの誕生を祝うわけなのか。そう、キリストが生まれたことをキリスト教徒の人たちが24日の夜から25日の日没にかけてお祝いする日だそうですけど、別にあんなのガールフレンドとボーイフレンドが一緒になってね、プレゼントを送り合う日じゃないですからね。それはね、クリスマス特需とか言ってデパートかなんかいろいろやって、そんでまたみんな儲かってるわけですけど、そういうのに恐らされるのちょっとなんかみっともないからやめた方がいいと思いますけど、まあでも別に悪いことやってるわけじゃないから、踊らされるならされてもいいと思います。でもね、まあ確かに母の日というものがあったので、そういえばうちもね、家族に対してまあ日頃のお礼じゃないですけど、ちゃんと敬意を持って接してね、たまには何かこうそういう機会があってもいいのかなって、そういう気はしますよね。一方でね、だから別にだからといって母の日に合わせてカーネーションを買ったりとかですね、めんどくさいからしませんし、それもうちの家族は求めてないはずなんで、いいんですけど、それはうちの家族から誕生日プレゼントって最後にもらったのいつだっけな、一応もらってましたけどね、前まではまあなんか去年もそうだ、ヒートテックみたいなユニクロのあったかいやつ、それはもらったような記憶があるな。まあなんで別になんていうの、買わないんですけど、でもどっちかっていうと日頃の感謝みたいなのをそのままこう普段から感謝して、普段から配慮あるようなことをするのが大事なんじゃないですか。その1日だけプレゼントをあげるよとか言って、なんか1万円でクオカードとかね買ってきてあげるっていうのはちょっとなんかなと思う。まあでも一応そんなこと言ってるけど、私も誕生日プレゼントみたいなのはなんか文化にもしかしたら踊らされてる節があるのかもしれませんが、買って送ったこともありましたかね。なんかまた散発的な話で悪いんですけど、確かうちの母の去年の誕生日の時はね、日付が変わる直前に帰ってきて、そういや今日うちの母の誕生日だわと思って、それで即コンビニに行ってね、そうコンビニで誕生日プレゼント買ったんですよ。うちの母はアマゾン大好きなんで、アマゾンギフト券のなんかこういうプレゼントの箱みたいなやつあるんですね。でそれをレジへ持ってって、いくらにしますかって言われて、5万円でって5万円払って、で5万4000円だったかな、いや5万円だったな、で5万円分そのギフト券にチャージしてもらったのね、うちの母にこうポイッと置いといたんですけど、まあそれでかなり喜んでくれましたけどね。まあそれで良かったですが、まあでもね、それも一応私なりの考えがあって、プレゼントってなんかすごい不敬罪だと思うんですよね。だって私今までいろんな人からプレゼントもらってて、申し訳ないんですけど、でも自分の欲しいものがもらえることってまずないわけじゃないですか。だって、まあ、知ってると思うんですけど、私の欲しいものは現金なわけでして、まあね、私の誕生日とかに、私にじゃあこう封筒にね1万円とか包んで渡してくれたら、それはね私は嬉しいですよ。でもまあ申し訳ないけど、例えばバラの花束をね誕生日にもらって、それ嬉しいかもしれないけど、それより今バラの花束作るのにかかった、まあ、5000円だか3000円だか知りませんが、3000円もらった方が嬉しいわけじゃないですか。で大して欲しくもないバラの花束もらってね、ありがとうございますってやんなきゃいけないのはちょっと めんどくさいしね、バカバカしいのなんかこう限りですよね。これ私の考えがおかしいのかなって気もするんですけど、でもねそんなにおかしくないと思う。まあ、ただ贈り物というのは結局のところ自己満足なので、私は人に贈り物をしてもあんまり満足しませんから、人に物をあげるってこともしないんですけど、まあ贈りたい人がねそんなに贈りたいんであれば、やっぱりさっき言ったように人に送ってほしい、送ってほしい、人にもらってほしい、受け取ってほしい、そしてそれを喜んでほしいという、私に対する敬意をそこに込めているということ、敬意というかね、まあ、そういうふうに思ってくれているということなので、それに対してはやっぱり感謝するし、まあ、それから、まあ、バラの花束だと正直処分に困るわけですけど、それね例えば何ですか、
じゃあたまに会ったから誕生日にね、友達にたまたまこう会う約束があって、したら友達がサプライズでバラの花束持ってきてくれたんですよ。これ帰りに電車の中で持って帰るのやらし、駅のゴミ箱に捨てちゃおうかなってなるじゃないですか。まあでもそれはね、なんかちょっとさすがに悪いような気がするし、まあ私もね、あの邪魔なプレゼントもらうってことはよくあるんですが、まあそれをゴミ箱に捨てたことはないんですけど、まあでも邪魔なプレゼントっつってもそんなに別にあの絶望的に邪魔になることはないんで、あのまあそんぐらいであれば持って帰って使わせてもらおうかなとかね、まあお菓子だったら食べればいいしとか、まあそれからあの申し訳ないけど、あのよくお土産とかでもらったお菓子をね、他の人にお土産と称してあの配るわけですが、まああのそういうことはあの多分、まあ、ある程度向こうも想定してくれているだろうし、そんな迷惑にならないから、ね、つまりもらう分にはまあいいかなと思います。でもなんでですかね、あの母の日とかそういうイベントが気に食わないの。私だってお金儲けすることはそんなに悪いとは思わないんですけど、多分ね、あの私個人としてお金儲けってのはそんなに恥ずかしかったり気持ち悪いことではないなというふうに思ってるので、だからうちのチャンネルの目的はお金儲けですってことを言ってるんですけど、私が嫌いなお金儲けは本当の目的はお金を儲けることであるのに、さもお金儲けではなくて、その、あの自分の内心から、こうコンコンと湧き上がってくる優しさとかね、なんかその美しさとか、なんかそういったものばっかり押し出して、あのお金儲けの目的を裏に隠す、多分私はそれが非常に嫌いなんでしょうね。だから母の人か父の人があの非常にこうもう憎むがごとくで、あのこういうふうに言うわけですよ。正直に言ったらいいんだよな、あのこういう時期だからたまにはうちの商品買ってくれませんかと。でもそんなこと言ったら、まあ、多くの人たちは結局そんなねお金儲け云々とか言われても心に響かないから、まあ、だから結局しょうがない、あの母の日とか父の日感謝を伝えましょうって言った方がみんなに受け入れられて商品がよく売れるので、だからデパートもそう言ってるって、まあまあそんだけなんですけどね。実際ねデパートが別に悪いわけでもないんだけど、でも私はそれを本当に気持ち悪いと思いますね。っていうかみんなもそれなんていうかな、だからそれに踊らされる人がちょっと気持ち悪いというかね。ああ別にそんな言うほど、あの多分この動画をご覧になってる方の中で、あの母の日父の日をあのやられた方とかこれからやる予定の方もいると思うんですよ。でそれは別に全然悪いことじゃないんですけど、でも、まあ、実際には、所詮お金儲け、いかに自分の商品を売るかということしか、その裏では考えられていません、おそらくね。だから、まあ、なのであれば、もっとこう正直にやればいいというかね、感謝の気持ちをそこで伝えて、それで、まあ、その感謝の気持ちを、まあ、つまりお父さんお母さんへのその感謝の気持ちを出しにして、それをうまくつけ込んで、まあ、お金を、まあ、いわば巻き上げているわけですよね。でそれに対してなんか私はあのもろ手を挙げて巻き上げられる気にはならないので、代わりに日頃の感謝で応えたいと思うし、うちの母に誕生日でアマゾンギフト券を送ったというのも結局役に立たないようなね、どうでもいい誕生日のプレゼントなんか送っても、まあそれは向こうだってあのもらえないよりは喜ぶかもしれませんけど、まあ、どう反応したらいいか分かんないということはありますから、だからあの差し支えのないというか当たり障りのないものが一番いいだろうなと思ってるんです。もっとプレゼントはね、そういうねあの現金とか、まあ、せめて金券とかにするべきなんだよな。なんであと現金をプレゼントするのがあのなんかあのなんだ汚いというふうにされるのかっていうのはいろいろあると思うんですけど、あの結局ねあのこれもまたね、私この間、まあ、ちょっとね、まあ、ある知り合いに、誕生日プレゼントで現金1万円送ったんですよ。そしたらいろんな周りの人たちから非難されたんですけど、まあ、その1万円はねちなみにあのその人が鉄道が好きだったんで、まあ、今度じゃあこれでグランクラスでも乗ってきてくださいよつってこうやってねこう1万円あげたわけですが、まあ、私はいいことしたと思ってるんですよ。でもあの非難されてきた、でその原因は分かりませんけど、現金をプレゼントすることは、気持ち悪いというふうに決めたのは一体誰なのか分かりませんが、まあプレゼントを売っているやっぱり会社なんじゃないのかな。だって現金プレゼントされたらね、自分たちのところに金入ってこないわけじゃないですか。あのプレゼントって言うけど、実際にはあのさっきから言ってるようにうちの商品を買ってほしい、まずはそれがあるわけですよ。だからあの現金なんてのは持ってのほかだということを広告でバン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 組織的にこうあのアピールするとか、まあ、それからどうしてそういう考えがやっぱり浮かんだのか分かんないですけど、まあでも多分ねそういう印象の操作みたいなのをこう長い間ずっとですね繰り返しやってきて日本文化に根付かせてきたんじゃないのかなっていう気がします。これともう一個あのねもう一つ、似たようなものとして挙げられるのが、
金を欲しいというふうに要求することがやはりなんか強欲な行為であると、これね、会社に対して賃上げ要求なんていうのをしようもんなら、なんかそれはこうおこがましい行為だとかね、お金に対して強欲になるんだって良くない行為だ、自分たちがお金に対して強欲ではない、お金のことから離れていくということをすると、自分たちが離れる分他の人たちがお金に近づき、他の人たちの強欲をそのまま許すということになるということにあまり気づいていない人が多分多いんじゃないかなと思うんですよね。うちの従業員もこの話しましたっけ、うちの従業員もね、金よこせなんてことは一言も言わないんですけど、もうちょっと別に、まあ、まあ私がね、雇い主が自分で本来言うことじゃないんですよ、利害関係は対立してるんだから。なんだけど、従業員がもっと金よこせって言ってきたら、私はもしかしたら検討するかもしれないし、しないかもしれませんけど、まあしてもいいと思うんですよ。でもうちの従業員はそのこと一言も言ってきたことはありません。まあ十分だと思ってくれているのかもしれないですけどね。それで逆に変な、ね、関係を悪くするのが良くないっていうふうに考えるかもしれない、それはわかるんですけど、まあでも賃上げ要求を、雇われる労働者側がしなければ、その分経営者は上げなかった賃金を、まあ、経営者というかね、まあ、株主の方ですか、そっちの側は労働者から美味しくいただきますんで、そういうのはね、もっとよく考えた方がいいと思うんだよな。まあ大体こんな感じですかね。ちょっと話のまとまりがなかったかもしれないですけど、まあ一言だけ言っとくと、母の日というものに、プレゼントを売りたい、まあ、百貨店とかそういったところの、まあ、キャンペーンに踊らされるのではなく、日々自らの意思で家族に対しての感謝の気持ちを持ち、プレゼントとか、経済的価値とか、そういったこと以外にもですね、きちんと、尊敬の念というか、こうちゃんと感謝が伝わるような、行為を意識的に取るようにしているのであれば、別にキャンペーンなんてにね、乗っかる必要はないんですよね。だから私はそんなもんやらないし、うちの母も、そんなものやらなくても別に私に対して不満は持たないでしょうという、母の日のプレゼントしない、言い訳の動画でしたっつったら説得力がなくなるけどな。まあもう何年もそんな方はやってませんしね。私だって子供の日にうちの母が勝負の葉っぱを持ってきて勝負湯なんてやったことないし、まあお互い様ですから、そんなどうでもいい文化は忘れましょう。そういうことでした。ありがとうございます。